周南市は平成15年4月21日に徳山市、新南陽市、熊毛町、鹿野町の2市2町が合併して誕生しました。その誕生から今年で20年の節目を迎えます。周南市の20年の歴史を映像で振り返ってみましょう。平成の大合併で県内トップを切って周南市が誕生しました。入り口の幕が外され周南市役所の文字が現れると集まった市民や職員から大きな拍手が起こり、祝賀ムードいっぱいの中での周南市誕生となりました。10月のダイヤ改正により JR 徳山駅にのぞみが停車するようになり、東京まで乗り換えなしで移動できるようになりました。またこの年は市のシンボルマークとなる市章を一般公募し、市民投票で選ばれました。2004年、アテネオリンピック100メートル平泳ぎで金メダルを獲得した北島康介選手の超気持ちいいが話題となりました。10月には県周南総合庁舎の新庁舎が完成。多目的ホールや会議室の貸し出しもあり、便利で親しみやすい施設となっています。2005年、県の事業で公共埠頭の建設などと合わせて進められていた周南大橋が完成し、開通式が行われました。またこの年には徳山動物園のマレーグマツヨシがメスのレイコに餌を横取りされ、頭を抱えながら悩むユニークな仕草がテレビなどで話題となり、全国的な人気者になりました。2006年、野球の第1回 WBC が開催され、侍ジャパンが初代チャンピオンの座につきました。周南市では市の一体感を醸成し、まちづくりの方向性を明らかにした市民憲章が制定されました。また市の木はクスノキに、市の花はサルビアに定められました。2007年、周南市野球場北側に周南フレンドパークが完成しました。3月、鹿児島県出水市から移送されてきた3羽のナベヅルを八代盆地に放鳥しました。ナベヅルを別の場所に移しての放鳥は世界初の試みであり、話題となりました。2008年、日本で iPhone が初めて発売され、発売日の前から長蛇の列ができるほど話題を呼びました。周南市では鹿野地域の人たちが守り続けてきた観葉寺本堂西側から流れる長音堂と清流通りが環境省から平成の名水百選に認定されました。11月、ナベヅルの渡来地で縁が深い鹿児島県の出水市と友好都市提携を行い、その調印式が出水市で行われました。2009年、ネーミングライツの導入により命名されたキリンビバレッジ周南総合スポーツセンターとキリンビバレッジ周南定休場のお披露目式が行われました。2月には北部地域の保健や福祉、医療、地域活動の拠点になるコアプラザ鹿野が完成しました。2010年、熊毛地域の障害学習や保健・福祉・市民交流拠点施設として夢プラザ熊毛が完成しました。また徳山動物園が開園50周年を迎え、記念式典を開催し多くの人が来園しました。併設の遊園地は市民に惜しまれながら閉園となりましたが、さらに魅力ある動物園となるようにリニューアルは現在も続いています。2011年、東日本大震災が発生。大津波が東日本太平洋沿岸に甚大な被害をもたらし、戦後最悪の自然災害となりました。4月、
資源循環型社会を推進する施設としてリサイクルプラザペガサスが稼働開始しました。5月31日に徳山下松港が国際バルク戦略港湾に選定されました。これにより大型船舶に対応した岸壁の整備などが国により重点的に進められ国際競争力の強化などが図られることとなりました。また10月には48年ぶりに山口国体が開催され周南市内では6競技が行われました。国体後に開催された障害者スポーツの祭典山口大会でも熱戦が繰り広げられました。2012年東京の新しい観光名所として東京スカイツリーが誕生しました。周南市では市民に長く愛されたサバンナゾウマリが死亡しました。その後徳山商工会議所青年部がゾウさんプロジェクトを立ち上げ動物園にゾウを呼ぶための募金活動を始めました。広島東洋カープで活躍し炎のストッパーと称され愛された和田地区出身の津田常美投手の功績を称え野球場の愛称が津田常美メモリアルスタジアムに決定しました。2013年、市政施行10周年を迎え文化会館で記念式典を開催したほか年間を通してさまざまな記念事業が市内各地で開催されました。徳山動物園にスリランカゾウのナマリーとミリンダが寄贈され9月に一般公開されました。ゾウ舎も新しくなり元気に歩き回る姿は皆さんを喜ばせていました。2014年、ソチオリンピックのフィギュア男子シングルで当時19歳の羽生結弦選手が金メダルを獲得しました。周南市では徳山新南洋熊毛鹿野の各自治会連合会の皆さんの熱心な協議調整を経て周南市自治会連合会が設立されました。5月には道の駅ソレーネ周南がオープンしました。地域の農産物特産品の販売や交流の場としてのさまざまな機能を備えており翌2015年には優れた地域デザインを実現している点が高く評価されグッドデザイン賞を受賞しています。9月、徳山駅南北自由通路ゾウさんの散歩道の共用が開始され南北の移動や駅へのアクセスがより便利になりました。駅のホームでは列車の到着音として窓道夫さんが作詞した童謡のメロディーが流れています。2015年、新南洋地域に学び交流プラザが完成し多様な学びに対応した障害学習の拠点施設としてオープンしました。8月、全国トップクラスの水素生産量を背景に水素を活用した水素社会の実現に向けその核となる施設として中国四国地方で初めて開所されました。2016年、スマホ向けゲームアプリポケモン GO を配信開始多くの人が街中を移動しながらキャラクター集めをする様子が社会現象になりました。徳山動物園ではリニューアル事業第1弾として雨の日でも屋内で動物と触れ合うことができる全天候型の体験施設ルンチャルンチャがオープンしました。また老朽化が進んでいた周南市役所の庁舎の建て替えに伴い解体工事が始まりました。2017年、ボートレース徳山に中央スタンドがオープン。くつろぎながら快適にレースを観戦できるようになりました。2018年、テニス女子大坂なおみ選手が全米オープンで初優勝。徳山駅前図書館は未来の私に出会う場所をコンセプトに人と周南の街をつなぐ図書館として2月にオープンしました。徳山駅前にぎわい交流施設には書店やカフェ、
県内のお土産や雑貨が買える物販コーナーもあり、現在も多くの人でにぎわっています。台風7号と停滞した梅雨前線などの影響で起きた平成30年7月豪雨は、周南市でも甚大な被害をもたらしました。熊毛地域の土砂崩れは尊い命を奪い、島田川の氾濫による浸水で家屋や車など多くの財産が失われました。2019年政府が平成に変わる新元号令和を発表。周南市では新たな防災情報収集伝達システムの運用が開始しました。河川への監視カメラの設置や防災行政無線の整備により、複数の情報収集伝達手段が確保されました。平成28年度から進めてきた新庁舎建設工事がすべて終了し、6月に周南市役所新庁舎が全館オープンしました。11月、徳山駅前の北口広場が完成。新しい駅前広場はバス乗り場が広場内に整備されたほか、噴水や芝生広場も整備されました。2020年、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、私たちの日常が大きく変わった年となりました。周南市でも新型コロナウイルスの影響を受け、イベントの中止や店舗などの時短営業など、さまざまな制限の中での生活を余儀なくされました。この年には老朽化と耐震性が心配されていた新南洋地域の古川跨線橋の架け替え工事も着手しました。工事期間は10年間の予定で、現在も工事が進められています。2021年、新型コロナウイルスのワクチン接種が周南市でも開始されました。接種をスムーズに行うため、高齢者には市独自のお任せ予約を始めるなど、職員が一丸となり取り組みを行いました。6月、鹿野地域の寛陽寺庭園が国の登録記念物に登録されました。徳山下松港のフェリーターミナル内にある徳山ポートビルが新しく建て替わりました。休日夜間診療所が老朽化のため、桂満町から徳山中央病院近くの瀬戸美町に新築移転しました。2022年、大正11年2月10日に徳山港として開港した徳山下松港が2月に開港100周年を迎えました。徳山下松港発展の歴史は周南地域発展の歴史でもあり、現在も私たちの仕事や暮らしを支え守り続けています。また川崎観音堂の本堂、三門、門柱の3件が国の登録有形文化財に登録されました。4月1日、周南公立大学が誕生しました。徳山大学の歴史と伝統を引き継ぎながら、地の拠点としてこれまで以上に地域に愛され、地域に貢献する大学を目指しています。4月21日は周南市が誕生して20年です。ここ数年、新型コロナウイルスの影響により市内各地の行事、イベントが開催できず、人と人とが交わる機会が失われてきました。そこで令和5年度は、ここから心つながる周南市をメインテーマに、ここ数年開催できなかった行事などを周年記念事業として実施する予定です。希望あふれる新たな時代に向け、これからの周南市を一緒に歩んでまいりましょう。